はいどうも、獣医師の青木です。今日のお題はですね、ウェットティッシュ、歯磨きシート5色多いですよっていう話ですね。うん、めちゃくちゃ多くてですね、最近なんかやたらみんな歯磨きシートで歯を磨く人が多いのか、あるいはなんかお尻拭きとかね、あとは散歩後に手足を拭くときにウェットシートを使うっていうのが多いのか、ウェットシート系、歯磨きシート系の5色っていうのが非常に多いです。うん、でまあこれね、別にうんちで出ちゃえば問題はないんですけど、結構ね、小型犬の子がねこれを食べちゃうというふうになってくると、まあそれがね、うんちで出る前に腸閉塞の原因になってしまうこともね予想されるので、まあそういったものをもし使うのであれば、飼い主さんたちはね、誤食されないように、歯磨きシートとかね、歯磨いてる間に取られてごっくんってされちゃうんですけど、そういったことがないようにね、あるいは手足拭いたりお尻拭いたりっていうシートをそのまま置いとくとね、食べられちゃうことあるんで、そういったのはね、食べられないようにしてくださいねっていうようなお話ですね。うん、まあこの前ね、ほんとあんまりにも多くて、もうなんか食べられるシート、食べられる歯磨きシートとかね、もう作っちゃえばいいんじゃないのっていう風なお話をっていうか、っていうのをね、この前考えたんですけどね、まあ何で作れいいんだろうなって、なんかね、それこそ消化されるようなやつでね、作って、なんならね、歯磨いた後それ食べちゃうみたいなね、まあなんかちょっと汚い話ですけど、まあそれぐらいのなんかあってもいいんじゃないのかなって、うん、いう風に思うぐらい、誤食が多いんでね、歯磨きシート系が、うん、気をつけてくださいよと。でまあどっちかっていうとね、歯磨きシートもいいかもしれないですけど、まあ歯ブラシで歯磨いた方が、まあそっちの方が効果的かなって私は思うので、まあぜひね、歯ブラシの方に、慣れてもらうのもいいのかなと思いますけどね。まあ今どうなんだろう、まあ私がその一般診療やってる時は、まあやっぱり歯ブラシが一番いいよねっていうようなお話だったんですけど、救急の方に来ちゃってね、歯磨きとか歯ブラシとかね、そういったところとはかなり、かけ離れたところに今いるんで、まあちょっとよくわかんないっていうのが正直なところですけど、まあただね、それでもね、歯磨きシートの5色、ウェットシートの5色っていうのはね、非常に多いっていうのは夜間救急にいて非常に感じるところでもありますので、ぜひね、気をつけてください。でどなたかね、何かこれ見てる、もしかしたらね、ライオンとかそっちのね、企業に勤めてる方もしいらっしゃったらですね、ぜひ、歯磨きシートのね、食べられるやつ、お腹入っちゃっても消化されますよみたいな歯磨きシートをね、ぜひ作ってもらえればいいかなと。でそれがもし爆発的にヒットした暁にはですね、私の方に少し、こっそりね、何かね、物をもらえれば、とても幸せに思いますよというようなお話です。はい。でまあ個人的なお話に移ろうかなと思うんですけど、毎回ね、この個人的なお話をしようとした時に個人的なお話を考えるんで、なかなかこうすぐにパッと出てこないっていうのがねあるんですけど、まあでももう少しであれか、一応このチャンネル、あーでもわかんない、この動画を出した時にはもう250回超えてるかもしれないですけど、うん、250回突破記念とかでね、またライブやってもいいのかなと思いますけどね。まあ別に何の口実もなく勝手にピョンってライブしちゃえばいいんですけどね、まあ、何か変な口実あった方が面白いかなと思ってね、うん、まあそんな感じで、ライブの方も織り詰ませつつ、動画の更新も頻繁にやっていきつつね、やっていこうかなと思います。まあ全部の動画見なくてもいいっていうとおかしいですけど、ね、なんか更新の頻度が高くなると、全部見なきゃなってなっちゃって、なんかこう苦しくなっちゃうとね、ね、チャンネル登録していただいてる方には申し訳ないので、別に全部見なくていいです。気が向いた時に見てもらって、で、なんかライブやってんなと思ったら気が向いた時に参加してもらえればいい、そういうぐらいのチャンネルですよと。で、まあ、なるべくね、その、題名でね、もうすぐにどんな内容話してるか分かるような感じにしようかなと思うんでね、ああこれなんかちょっと、気になるなとかね、これなんだろう、気になるし心配だし、うちのワンちゃんとか猫さんに関係あるかしらっていうようなところだけ見てもらえれば別にいいんですよ。全部見なくていいっすよ。だってそんな大した話してないですからね。うん、でもまあその中にね、日頃のね、ワンちゃん猫さんと暮らす生活の中で何かね、安全な生活のヒントになるような情報を提供できるようにね、まあポチポチと頑張っていきますんでね、皆さんよろしくお願いします。はい。でこのチャンネルは主にワンちゃんと猫さんのね、医療に関する情報を発信するチャンネルになっておりますので、もしよければ次回この動画もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、今日はこれで以上になります。ウェットシート、あとは歯磨きシート
食べられちゃう事故が非常に多いので、使ってるね、飼い主さんは気をつけてくださいというようなお話でした。はい、じゃあ皆さん次回の動画でまたお会いしましょう。それじゃあさよなら、バイバイ。